そこで止まってください。それ以上の接近を拒否します。それ以上近寄れば切る。最後通帳に参りました。交渉余地のあるものです。開門してください。黄金鏡のアリス、無限と黄金の魔女ベアトリーチェである。名乗られる。尊厳なる感激と戯曲と傍観の魔女により厳選されし、名誉ある図書の都より派遣されてまいりました。私は図書に名誉と保護を与えし、司書の艦隊司令官にして真実の魔女フルド・エリカと申します。どうぞお見知りおきを。要件を聞こう。お喜びください。我ら図書に名誉と保護を与えし、司書の艦隊はあなた方に名誉ある朗報を持って参上しました。一つ、図書の都は無限の魔女ベアトリーチェによって生み出されたゲーム版を名誉ある厳選されたる図書に認定されましたことを報告いたします。ほう、それは名誉なことである。このゲーム版は非常に興味深くかつ独創的で研究価値の高いものです。すべての新民に公開される価値のあるものです。よって図書の都は我らにこのゲーム版に永遠の名誉と保護を与えることを命ぜられました。くどいし長い、とっとと本題を言え。本ゲーム版のすべてを名誉ある図書の都に譲渡することを要求します。これは本ゲーム版とその駒にとって最高の名誉と保護です。嫌だね。すべての新民に共有されるべき名誉文化を私的独占する罪で告発されます。我々はあなたに対しすべての新民の権利と利益を保護するため攻撃を開始することを通告します。その攻撃で人民の共有財産が破壊されるのは構わぬのか。名誉図書保護法の規定により名誉文化私的独占を犯す犯罪者がこれを盾に籠城を試みる場合、執行艦隊は大本院の許可を持って保護より逮捕を優先することが許されます。もちろんすでに大本院の許可状はこちらにございます。ついでに
その逮捕は生死を問わぬと書いてありそうだな。おや、よくこんな小さい文字が読めますね。では茶番は以上です。ぶっちゃけどうします？そなたの要求を飲むとどのような利点があるというの？お互い無駄な仕事をしなくて済みます。そしてあなたの勇敢にして名誉ある行為は図書の都にて誉れ高く終章に記されるでしょう。分かってますよね。あなたは絶対勝てません。これは戦いでさえない。井戸の底で上を見上げるあなたに石をぶつけるだけの一方的なものなのですから。わらわに選べるのは図書館の魔女たちがわらわの最後をいかに記すかだけというわけだ。あとはあなた次第です。もしあなたがこのゲーム版を愛おしく思うなら報復すべきです。駒たちは末永く大勢の市民に愛され、その役目を永遠に続けることができるでしょう。つまりは好き放題に生み出した惨劇を永遠に繰り返すということ。あんたがしてきたことと何か違いが？ない。以上か。ならばわらわの答えを聞かせよ。どうぞ。素直に言う。わらわはもう疲れた。それはどういう意味です？わらわのゲームはバトラとの戦いを終えた時点ですでにその目的を終えている。なのにその後の都合で何度もゲームが繰り返されたのだ。わらわは正直もう疲れている。正直全く想像していないお返事でした。では、降伏なさると？本気で？ぶっちゃけると、どっちでもよい。降伏でも、そなたらに討ち取られるのでも、どっちでもよい。わらわは、誰の手であっても構わぬから、このゲーム版とその物語が幕を下ろすことを望んでいる。降伏してくれるなら拍子抜けではありますが、私も手間が省けて助かります。ところがそのそう綺麗にはいかんのだ。そのだな、ここだけの話なのだが、そなたも存じておろうが、大ラムダデルタ教がご滞在されている。今日は我らにドラマチックなクライマックスを提供せよと、わがままを申されている。
それはひどいわがままですね。10万の兵力を要する我が艦隊に、すでに解き終えたパズルみたいな絞りかすのあんたたちがほんの数十人でどう抵抗をさせようというのです？そうなのだ、そうなのだ。戦力差は圧倒的。戦いにさえならぬと我らは言っておるのだがな。そのラムダデルタ卿が彼女の友人たちを集めて共闘するから徹底抗戦せよと言って聞かぬのだ。ラムダデルタ卿のご友人？ラムダデルタ教はやる気満々でな。さっきから勝手に各地に電話を繰り返し、友人知人を呼びつけておるのだ。我ら煉獄の七姉妹、いつでも死ぬ覚悟はできております。玉砕には反対だ。死んで咲く果実などありませんよ。あなたは腰抜けです。生きて旅衆の恥ずかしめを受けるなど考えられません。生きてこそチャンスを待てることもあります。そうですとも、短期は損期とも申します。ナトラ、男ならバシッと決めろい。大ラムダデルタ様が力を貸してくれるってんだろう。同感や。男には決断の時があるんやで。決断は選んだ内容よりも選んだ時を称賛されることもございます。降伏すれば乱暴はしないかも。そんなことあるわけないわよ。あんたそれでもオスライオ？牙はどこに行ったのよ。どうせ死ぬなら豚としてでなく狼として死にたい。あんたバカ！そういうのを犬死にって言うのよ。ラムダデルタさんの呼び寄せる援軍の力次第ですな。ラムダデルタさん、本当にあなたのお友達はあいつらに勝てるだけの力があるの？賭けに降伏して死ぬか、賭けに出て敗れて死ぬか。あら、なら賭けに出た方が生き残れる可能性は高いってことになるわ。大本院は名誉ある降伏には慈悲を与えるでしょう。バックは元老院だろ。どうせなんだかんだ言って全員弾頭台に決まったら。とにかく皆さん冷静に頭を冷やしましょう。私はことを荒立てることには反対です。君こそ冷静になるべきじゃないかね。相互確証破壊という戦略もある。仮に勝てないにせよ、こちらもただで済ます気はないという戦略は相手への抑止になる。つまりよ、そっちがやる気ならこっちもただじゃ死なねえぜってことだぜ。ラムダデルタの友達はみんなすごいよ。みんなみんなすごい伝説と武勇伝を持つすっごいすっごい魔女や怪物、悪魔や神様がいっぱいなんだから。あんなお船が星と同じ数を並べていたって、一息で吹き飛ばしてしまうよ。大丈夫でしょうか。私たちの演技気取られないでしょうか。問題ない。お前ももっと語気を強めて喋るのだ。無礼講に行け。腰抜けどもめ、最後に一花咲かせてやろうという気概はないのか。ちょっとお待ちください。戦いを望まぬ者がいることもお忘れなく。私は降参が良いかと思います。何？
業だ。この敗北主義者め。痛い親方様、演技出すので、あいたたたたたた。さあさあ、議論も盛り上がってきたね。はあ、私たちは幸福かしら、幸運かしら、どうなのかしら。それは誰にもわからない。個人的にはわらわは幸福を望んでいる。どうせ役目を終えるのなら、せめて自分が生み出したこのゲーム版はそのままに保存されることを望む。もうこれ以上わらわのゲーム版をラムダデルタ教に好き放題されるのはごめんなのでな。こちらこそごめんです。あんたとは戦いに来ましたが、ラムダデルタ教のご友人は私の相手の度を超えます。そなたもどうか力を貸してはくれぬか。わらわのゲーム版が美しい姿のまま保存されるように。やはりあのにぎやかな御仁を客人として招いたのは失敗だった。とうほうほうほう。わかりました。私もことを荒立てずに済むならそうしたいです。で、私はどのような協力をすれば。わらわたちはさっきから幸福か幸運か議論を続けている。わらわもそれに戻り幸福を主張し、ラムダデルタ教にこのゲーム版を壊してしまうような大騒ぎはやめてほしいと頼むつもりだ。それは助かります。で、どうしろと。わらわたちに議論の時間を保証してほしい。何しろそなたらの船がぐるりと取り囲み威圧しているのだから。いつ攻撃されるかもわからぬと緊張感に耐えかねて、みんな破れかぶれになっておるのだ。だからそなたが我らに議論の時間を保証してくれれば、一同も冷静になれる時間を取り戻せるだろう。わらわもラムダデルタ教を説得できる十分な時間を得られる。いいでしょう。時間はいかほど必要です。できれば気前よく無制限とはいかぬか。期限があれば結局は残り時間が少なくなると、またみんな破れかぶれになり過激な意見に統一されてしまう。そりゃそうですね。導火線で大事なのは火がついているかいないかです。その議論の前に導火線の長さなどどうでもいいことでしょうから。ではしばし時間をもらえるか。わかりました。議論の時間を保証します。ただし無期限ではありません。私はここで皆さんの議論を聞きながら待たせてもらいます。それがそのだな、そなたの姿が見えていてはやはりみんな緊張してしまって。私はすでに譲歩をしました。今度はあなたが私に譲歩をする番ではありませんか。